ダジティネットの使い方を説明していきます。ダジティネットにアクセスしてもらったら、まず最初にこのランチっていうのを押しましょう。ランチを押すとですね、新しいこのダグの図が出てきます。で、上から説明していくと、ここにですねニューモデルっていうのを押すと新しい、モデルになってきます。で、このエグザンプルはですね、今までパブリッシュされているダグのモデルが出てくるんですけれども、基本的には使わないかなというふうに思います。あとはここに使い方が書いてあって、変数の足し方とか、名前の書き換え方とか、接続をどうやって足していくかとか、どうやって消すかとか、そういうものが記載されています。レイアウトに関してはですね、オートマティカリーを押すとですね、自分の、配置を無視して勝手に配置し直してくれるんですけど、これは基本的には使わないと思ってください。でヘルプは、これマニュアルがもらえるので、もし必要な方はダウンロードしてください。では始めていきましょうか。除菌と、飲酒と除菌のダグを書いていきたいんですけれども、まずエクスポージャーから書きます。期間中に飲酒したことをエクスポージャーにしましょう。で、E を押すとですね、これがエクスポージャーになってくれます。キーボードで E を押すんですね。で、また次の Out とかも入れましょう。一時除菌失敗ですね。表をクリックして、押しました。で、Out とかもにしたい場合は、カーソルを合わせて O を押すというふうにします。で、真ん中にですね、中間因子である飲み忘れを入れましょう。こんな感じですね。で、もし、名前を間違えたらですね、もう一回押して R、リネームの R ですね、押してあげると飲み忘れっていうのを、変えられます。名前を薬剤飲み忘れに変えました。ではですね、ノード同士を接続していきます。例えば期間中に飲酒することによって薬剤飲み忘れっていうのを因果的に効果があるだろうと思っているのであれば、まず最初に期間中に飲酒をクリックして薬剤飲み忘れをクリックしてあげると、パスが、伸びていきます。で、薬剤飲み忘れか一時除菌失敗をクリックしてあげると、こんな感じでパスが伸びていきます。で、パスが今黒から緑色になりました。これが、エクスポージャーからアウトカムへの、コーザルパスですね。因果関係のパスになります。緑色を残してあげたいというふうに思っていてください。では、行楽因子を、追加していきます。例えば、年齢ですね。年齢は、飲酒するかどうかに影響を与えます。一方で、一時除菌に失敗に直接影響を与えるかと言われると、そうではないという話をしましたね。マクロライド耐性、マクロライド耐性が年取ってくるうちに、呼吸器暴露が増えると、それによって一時除菌が失敗するというようなダグを書きました。今、黒かったパスが赤くなりましたね。これが、コーダルパスウェイ、緑のパス以外に、関連の流れが生じてしまっていますよということを意味しています。他のものを追加していきましょうか。例えば、プロバイオティクスです。プロバイオティクスは一時除菌失敗に直接影響を与えます。一方で、期間中に飲酒には、影響はなさそうですね。これは、健康意識を介して、期間中飲酒に影響を与えそうでした。また黒いパスが赤くなりましたね。さて、自己選択を入れていきましょう。研究参加する人たちは健康意識が高い人かもしれません。で、家族にですね、除菌失敗している人がいたとすると、研究に参加したくなるかもしれません。で、家族の除菌失敗というのは何らかの遺伝失敗しやすい遺伝子を共有している可能性があるので、一時除菌失敗に矢印が飛びます。で、今ここのパス自体はですね、黒で、
黒になっているんですが、アンケート調査をする場合はそういう人たちが集まってしまうと、アンケート調査する人たちを調整するっていう意味で、今自己選択のところを、A、キーボードの A を押して選択しました、調整しました。そうすると、コライダーになっている場所のパスが開いて、期間中飲酒、健康意識、自己選択、家族の除菌失敗、一時除菌失敗っていうのが起きてしまいました。さて、私たちが推定したいのは今緑色のパスだけなので、この赤いパスを黒くしていかないといけません。共通の原因であるところを見つけましょう。これは一つ共通の原因ですね。共通の原因のところにカーソルを合わせて、これは調整する変数として選択しますっていうふうにすると、 A を押すと黒くなります。一方で健康意識とかですね、これ多分測定できないバリアブルになることが多いと思いますので、アンメジャーの U を押します。そうすると灰色になりました。これは調整できない変数です。しかし残っている健康意識からのパスを調整したいので、例えば、家族の除菌の失敗を、調整してあげましょう。そうすると下の黒いパスは消えましたね。残っているところはここの共通原因だけです。健康意識は調整できないので、代わりにプロバイオティクスを調整してあげましょう。そうすると、全ての、赤かったパスが黒くなってくれて、今推定したい緑のところのパスだけが残るということができました。さて、このせっかく作ったダグをですね、保存したいと思います。保存の仕方はですね、いくつかあって、ダジッティネット、要はクラウド上に保存するっていうような方法が一つです。ここを押してもらって、メールアドレスを登録すると、いつでも取り出し可能で、ウェブ上に保存されます。一方で、これ、アイデアの盗用とか心配っていうような場合は、基本的にはパブリッシュしないで、手元に残していくっていうのがいいかと思います。で、これをパワーポイントに貼り付けたいとかですね、そういう場合は PDF にエクスポートしたり、JPEG や PNG でエクスポートしてください。で、一番楽ちんなのはですね、今ここに作った図っていうのはですね、実は R コードで書かれてるんですね。下にここのモデルコードっていうところがあって、エキスポート R コードっていうのがあるので、ここの部分を全部コピーしておきましょう。で、どっか別のところに、貼り付けておきます。さて、じゃあここを一回消します。なのでこれを一回消しますよ。一回新しい、ページにしました。で、途中からやり直したいので、さっきのモデルコードのところに貼り付けたものを入れて、アップデートダグっていうのを押してあげると、さっきの図に戻ってくれました。なので、ここの部分のコードをどっかに貼り付けておいて、で、それを復活させて続きを始めるのようなことをするのがいいんじゃないかなというふうに思います。保存方法も含めたダジッティネットの使い方を説明しました。